どうもこちらこちらと雨で予定が潰れたこっちです。よろしくお願いします。はい、今日の企画は何ですか？今日やる企画はガチャガチャで出た金額だけで24時間生活というわけで、今回もこのガチャガチャマシンを使っていくんですけど、前回はこのカプセルの中に食べ物系のガチャガチャを入れてたんですけど、今回は金額を書いた紙を中に入れてます。なので今回はガチャガチャを引いて、その金額の合計で朝昼晩と好きなものを買ってきて食べてもらいます。いいね、好きなもの買って食べれるっていうのはいいよな。金額が高かったら好きなもの食べれるけど、低かったらなあ、どうしても好きなものは買えへんかもしれへん。一番低くて何円？それは出てのお楽しみです。わあ、最悪。じゃあ一番高くて金額は？いや、それもお楽しみです。当たりが分からへんやん。まあ、それも楽しみか。で、まあ重要なのがやっぱサイコロの目ですね。ああ、そうやな。金額が低くて何も買えへんっていうのが一番最悪やからな。そう、ほんまに。まあ、それはちょっとかけていきたいなと思います。それでは、どうぞ。こちゃこちゃ、朝の時間です。さあ、発表で回していきましょうか。じゃあ行きます。さあ、3が出ました。あとは金額次第か。うん、何円出るかやんな。アファマック食べたいなっていう希望があるから、まあ700円ぐらい行きたいなと思います。1回目、はい、開けていきます。うわ、いきなり1000円当たりました。もうこれで豪華な朝ごはん確定や。やば、いきなり1000円やん。じゃあ2回目、もうあと1円でも10円でもええわ。5円、次ラスト。これ1000円出てへんだな、やばかったです。やばかった。てことで、今からちょっとアファマックでも行こうかな。買いに行ってきます。はい、ということで買ってきました。今回アファマックでカフェの方に行ってきました。まずソーセージマフィン買ってきました。で、プチパンケーキです。で、ハッシュドポテトで、マックカフェにある富士抹茶フラッペで、全部で1040円購入してきました。じゃあ早速いただきます。朝からこれは豪華やで。朝からこれは豪華やな。いただきます。うん、うん、うん、プチパンケーキはこんな感じです。これも昔はよく食べてた。うわー、また美味しいのよ。懐かしい味するわ。次、ハッシュドポテト。うん、朝しか食べれへん、もうレア感があっていいよな。うん、ちょっと喉乾いたんで抹茶フラッペ。いや、抹茶好きにはたまらんな。うん、おいしい。さっきからおいしいばっかり、味が一つも伝わらへん。全部美味しいしか言うてへん。うん、美味しい、美味しい。もうこの何、ハッシュドポテトのこのサクサクしてる感じとかさ、美味しいし、抹茶もちょっと甘めの抹茶で、甘いのが好きな人にはたまらん。肉の旨味とチーズが入ってて、このパンも美味しいよね。なんかマフィンの独特なパン。じゃあラスト一口。うん、いつもお世話になっているソーセージマフィンはやっぱり安定で美味しかったです。じゃあ次、今残っているのがパンケーキと抹茶フラッペ。もうすぐ食べ終わるわ、それぐらい。じゃあラスト一口。このやっぱりパンケーキはやっぱ小さい頃からよく食べてて、この何、リンゴと
このクリームの相性がすごい一匹で、もう久しぶりにこのパンケーキ食べて美味しかったです。それじゃああとはお昼までにゆっくり飲んでください。はい、お昼の時間です。朝いっぱい食べたけどお腹どう？いっぱいやで、まだそう、ただ他からたっぷり食いすぎたわ。ちょっと途中でしんどかったもん。でもな、やっぱお金どんだけ出るか分からんから、食べれる時に食べたかな。確かに。じゃあさっきマイクロを回していきたいなと思います。今回狙いは3がちょうどよかったか、3でいこうかな。知らんで。4。はい、4になりました。あとは値段がどんだけ出るかやな。まあ狙いは1000円、やっぱ1000円ぐらいはちょうどいいと思うね。じゃあ1回目ちょっと回していきます。てん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 。おお、これは1番の大当たり。大当たりやん、これ合計金額かける2倍。そういうこと。じゃあ2回目何も入ってるか知らんからな。うえぇ、1000円。そんな1000円出る確率多くないねんけど。ほんまに。うん。3回目。いやーもうで、もうええって。逆に、うわ、500円。500円。でも食えへん。ラスト、もう5円でお願いします。なんかちょっと怪しい数字が出てきた気がする。ちょっとやばい気がする、ちょっとやばい気がする。500円。ということは2000円かける2の4000円。お昼ご飯4000円。以内に買ってくると。なんかさ、食べ物以外やったらさ、いっぱい買えるのにさ、食べ物で4000円やろ。まあまあやで。ちょっと安く買ってこようかな、今回ちょっと。まだ夜ご飯やったらさ、豪華に追われてたけど、お昼で4000円ってな。やばい。ちょっと、買ってきます。はい、買ってきました。今回、刺身にホタテに牛タン買ってきました。で、お茶と、あとハーゲンダッフはちょっとまだ溶けるんで冷凍になるんですけど、ハーゲンダッフと買ってきました。これ合計3940円。お昼で3940円のご飯いただきます。やばいな、これは豪華すぎるわ。豪華すぎるよな。じゃあいただきます。ちょっと食べる前にちょっと肉からいきたいなと思います。いや、こっちは中トロからいくかな。あー、あかんあかんで。いや、肉いきます。めっちゃやば。思ってるより多分違う、焼き加減もうまいかもしれへんけど、うまい。ホタテ、このホタテはもともと味付いてて、ネギ塩ホタテなんですよ。なんかすごいネギの香りが染みてて美味しい。そのネギ塩牛タンと食べても美味しいんちゃう？あー、いい。そう、このネギ塩と牛タンでいただこうかな。食べきてるということで、ちょっと健康に良さそうなお茶を買ってきました。こういうお茶普段買わんからさ。あー、いいね、美味しい。こういう健康なお茶でも美味しいな、普通に。次、刺身はもうどれこか迷うな。刺身は醤油とポン酢のタレを入れてきました。とりあえず醤油で。うまい。油乗ってるわ。今フェーネヨコレなんか食べてるのうちだけで、まあ、さっきこっちはね、お昼ご飯にローストビーフ丼をいただきました。ほんまにあれもうまそうやったな。じゃあラスト一口。もうこの牛タンめっちゃ美味しかったです。もうめっちゃ柔らかかったし、味も臭みもなくて。味も臭みもない。何食ってる。味も臭みもない。
臭みもあんまり全然なくて、すごい柔らかくて美味しかったです。じゃあホタテもらった一口。ビソンで食べたホタテも一人で食べてたからね。うん、一口ももらえませんでした。もう魚介で好きで結構あげません。じゃあ貝殻も残さず食べてもらって。ああ、そのこれは無理ですけど、もうホタテもすごい美味しかったです。もう味も右塩ホタテ最高。刺身もいろんな刺身やんね。イカあったり、タイがあったり、エビがあったりで。大葉と妻も一緒に食べていいかな。余ってるんで。ここまで食べなかった。当たり前やないか。うん、甘い。だから甘えびやる。いや、美味しいわ。いや、もう静かに食べたいき。YouTube 向いていいよ。中トロやったかな、これ。うん。なあ、中トロもめっちゃ綺麗な色しとる。うまいな、溶けんねん、刺身が。言うと思った。お前、ふわーっと溶けんねん。ほんまにほんまにガチで。切り方もおしゃれじゃない。これ以外にどういう切り方があるの？大葉ってどうやって食べるの？大葉はこの、うん、尖ってるとこあるやろ、うん、この先っぽを、うん、こうまず前歯にセットしてシャーッ。それコタロウやん。シャーッ。もうコタロウやん。いや、うち人間の話してんねんけど。一緒シャーッ。はい、滑りましたはい、うちの綺麗な大きなパーモン。もう、プニップニプニプニ。うまい。ラスト一口。うん、で、最後、食後のデザートはハーゲンダッツです。クッキー&クリームの方を買ってきました。普段やったらね、抹茶買うんやけど、今回はちょっとクッキークリーム買いました。2番目にクッキークリームが好きかな、うちの中で。ハーゲンダッツ言ったらバニラやろ。うん、ハーゲンダッツのクッキークリームみんな食べてみて。めっちゃ美味しいから。じゃあ、あとアイスクリームとまだ残ってるお茶あるんで、食べながら夜まで待ちたいなと思います。